言葉してからに完全にゃ終えりゃせんが、よ俺言葉してからに完全にゃ終えりゃせんが、定型なのは分かるけど持ちたがんばらにゃ Just a little bit harder もちっと頑張って せんにゃ追いやせんが、やっちもね言葉してからにしと、せんにゃ追いやせんで、てげなもんはわかるけど、持ちたがんばらにゃ Just a little bit harder もちっと頑張って今までに作った曲のリストっていうのがあるんですよ。
これをちょっと皆さんにご紹介したいんですけどね、面白い曲がいろいろあるんですね。これ見ると、得意がよガオだよカツカレーとか、ビールよ今夜もありがとうとか、太っちょな、これどんな歌ですか、太っちょな。最後はワニのゾンボ、豚の尻尾もたらふく、平らげて、腹も出る、尻も出る、デグデグヘも出る、太っちょまーん、ビョン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 とんでもないですね。お風呂で歌ってたらもう本当にやるんですよ。家族の人はね、なんかおっしゃいませんか、おめえ変わり者じゃろうとか、そんなことないですか。そんなこともないと思うんですけど、陰で言ってるかもしれないですけど。あこれが変わり者じゃなかったら誰が変わり者なんですかね。なんか最近結婚されたそうで、おかげさんで、あの2年ほど前に3年目に入りましたけど、おかげさんで、お母さんもいや結婚してくれてうちの持ち板落ち着いてくれるんじゃねえか思うとったのに、まだ他のことをしようかそうですね、そういうこともまあ思ってるのかどうなのか、どうですかね。まあ子供もまあ生まれましたので、1歳ちょっと、まあ、あとは子供に僕がこの夢を託して、ああとも託そうと思ってるんですけど、ね、子供も生まれた時あれって言ってたんですよ。あれ、お子さんの名前は何としたの。エリーです。エリー、ご自分で付けたんですか。私付きました。ああこれはあのノーマルな名前の付け方ですね。そうですね、エリー、エリーはなんかヘブライ語かな、ヘブライ語で神という意味はないですかね。ああそうなんですか。あんまりフライ語得意じゃない。こちらのフランスで英語のこと聞いてください。ヘブライ語はちょっとね、うち専門家いないんですよ、スタッフの中で。すみません。エリ、エリ、エリちゃん。何言ってんの。呼び名、娘。もうどんでもないですね。日本で仕事暮らしやってるんで。本当にね、奥様はどうですか、この作曲活動については賛成なさってますか。いや、あんまり理解してないようには思います。もう一つ聞いていいですか、はい、作曲活動もそうですが、その服装を奥さん賛成されてますか。いや今日電話でちょっとこういう格好するからとか言ったら、まあもう二の句が 出てなかったですね、うん、でも洋品店ですから本当にいろんな服いっぱいあるんですよね。なるほど、もうお寺もんですよ、もう専門ですから。さっき着てたお寺みたいなやつも洋品店で売ってるんですか。そうです、お寺みたいな。ああなるほどね。でもまあこういうものがまあ大体こっちで扱って、まあ婦人服とか、これ正式なね。そうですね。どうですか、これからあっぱれ楽団としては将来の展望っていうのはありますか。まあ、先ほどちょっと話したんですけど、はい、まあ、うちのこのテレビ見てると思いますけど、エリにこの僕の夢を託して、ゆくゆくがまあ大スターにして僕の曲を歌わせて、でまあ歌うようなことをしてこう儲けようとステージパパとまあ人から思ってる。ステージパパ夢がありました。子供をね、写真に使うと。エリちゃん才能ありそうですか。そうですね、僕に似てますからね、割と可愛い感じが。そう、いや僕はどうも本人見てないんだ。似てないけど、エリちゃんよ、ヘブライ語ですからね。それじゃあ、エリちゃんと今度は2人で二人三脚でそのアッパレ楽団の方を頑張っていただきたいと思います。これもう一曲せっかくですから、そうね、衣装みたいな。じゃあご準備の方、はい、お願いいたします。古城さんのアッパレ楽団、今度は楽しいワニの口というね、本当はね、童謡が大好きな方でしてね、これはね、やっぱりお子さんが生まれて、そういう童謡もやっぱりいろいろ歌っていきたいっていうんで、作られた。サタデー天の歌も作っていきたいですね。ですから、リトルビットハーダーっていうのとは、ちょっとまた雰囲気の違う歌なんですね。さあ、それではお願いしましょう。楽しいワニの口。みんなでワニの口。
ちょっと恥ずかしい。曇り空でも蝶の花ビヨンと伸ばせばいい感じ、軽く一振り踏んだ高いフライもナイスキャッチ、お芋やリンゴも上手に食べて、おおおおハートお腹でI'm not afraid to die.